皆さん、こんにちは。受験合格コピーの二宮です。今回はですね、今年から新たに、インタビューにご協力をいただくことになった方のお話をね、お聞きしていきたいなというふうに思います。お名前はですね、お米さんという方になるんですけども、事前にいただいている情報としてですね、お子様は5年生の女の子でいらっしゃって、現在はね、四谷大塚系の、塾にお通いということです。そしてですね、お米さん自身も、中学受験をね、経験されているということなんですけども、まあ、当時ですね、校舎の中で一番成績が良くて、志望校判定なんかも 80% をね、出していた状態で受験をされたということなんですけども、まあ、結果としてはですね、全落ちしてしまったということなんですよね。そんなお米さんがですね、お子様の受験どのようにね、サポートされているのかというところをですね、今回お話し聞いてみたいと思います。まあ、今回ですね、第1回目になりますので、ご家庭のお話を中心にですね、お話を聞いていきたいなというふうに思います。まあ、ではね、早速本編行ってみましょう。どうぞ。じゃあ、お米さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今年からですね、インタビューにご協力をいただけるということで、ありがとうございます。はい、あ、こちらこそありがとうございます。はい、まあ、今回が、お米さんのインタビュー第1回目ということになるので、まあ、視聴者の皆さんにもですね、お米さんのご家庭がどんなご家庭なのかっていうのを知っていただく1回目にしたいなというふうに思ってるんですけど、はい、はい、まず最初にですね、まあ、ご家庭の状況といいますか、お子様が何年生でとか、どんな塾通っててっていうところをお聞きしてもいいですか。はい、我が家は4人家族で、私と主人と子供が2人おります。で、上の子が女の子で、今5年生になりました。下の子が男の子で、2年生になりました。塾は4年生の夏から大手の塾に通ってたんですけど、その塾側の事情で転塾を考えなきゃって言われて、新5年生になる、なので4年生の2月から、中学受験専門の個人が経営してる塾に転塾して2ヶ月ぐらい通ってるところです。うん、塾は、まあ、四ツ谷系の小規模塾っていう感じですかね。あ、そう、四ツ谷の準拠っていいですかね、準拠塾、うん、はい。お子様の成績とかは今どんな感じなんですか。その塾はちょっと変わっていて、うん、5年生の時は偏差値を出しません、なぜなら意味がないからっていう塾長の考えで、偏差値っていうものは多分おそらく5年生のうちは測らない、測る機会が塾からは与えられないまま1年は過ごすことになって、で6年生になると外部模試を受けてくださいみたいな感じなので、もし偏差値を測りたいのであれば個人申し込みで外部模試、首都圏模試とかいろんな模試を受けなきゃいけないっていう感じになるんですけど、うん、その大手の塾に通ってた時の最後の成績が冬季講習終わりかな、かなんかの偏差値は52とかそんぐらいですかね、うん、どうやって大体分かるんですかって質問したんですよ、入塾の時に。その偏差値を測らないのってなんか親としては気になるし、志望校選びの判断ってやっぱ偏差値が目安になると思うので、どうやってそういうふうにレベルを知ればいいんですかみたいなことを聞いたら、一応クラスが2クラスあって、その2クラスの中で一番上だとこの辺だとか、上のクラスの下でもここはいけるとか、下のクラスの上でもここぐらいは合格できる目安がありますっていうのを具体的な学校名を言ってくれて示していただいたので、それで判断するようにしてるんですけど、で娘は下のクラスから始まって、組み分けテストっていうのも塾内で多分オリジナルなのか あって、それを初めて1回受けたら上のクラスになれて、うん、なんかでも偏差値、まあ、出ないっていう方針、まあ、出さないか、まあ、公表しませんよっていう方針も、まあ、おそらくね、過去の経験から先生がそのようにっていう風にされてのことなのかなと思うんですけど、うん、まあ多分それによるね、いい面もたくさんあるのかなっていうふうに思うんですけど、うん、なんかちょっと気になっちゃったりとかっていうのもね、親側としてはありそうですけど。そうですね。なので、夏に、人もし個人で申し込んで、一回受けてみようかなって今は思ってるんですけど、うん、それを塾の
先生に言ってどう返ってくるかが全く読めないので、でも今は個人的な一応親としては夏に首都圏模試、うん、目安を知りたいから受けようかなとは思ってます。なかったらなかったで確かにね、なんか偏差値が出てしまうことで焦ってしまうことだとか、もうマイナス面も確かにあるかなっていうふうに考えると、塾長先生が多分おっしゃってることも一理あるんだろうなっていうふうにも感じますので、はい、まあそもそもとしてお子様、まあ娘さんが中学受験を目指すことになった理由みたいなのってありますか？まず4年生の最初に塾に行きたいって本人が言い出して、で全く考えてなくて、周りがみんな塾に行っているみたいな、よくあるあるだと思うんですけど、始まって、あ、始まったって思ったんですけど、結構ずっと定期的に言うようになったんですよ。で、娘がこんなに何か行きたいとか言うの初めてかもなと思って、やっぱその塾に行きたいから受験したいに、みんなが受験するから行きたいってよくあるあるだと思うんですけど、行きたいって言い出して、確かに周りの子が受験する子が多くて、放課後とか遊ぶお友達がいないから、なんか暇になっちゃってたんですよ。家でぐうたらしててゲームとかやっちゃって、で行きたいならやっぱ勉強はそうつかないし、あと学校の勉強は全然困ってなくてできてるから、とりあえず受験も視野に入れて学校の勉強より違う勉強ができると思うので塾に入れてみようかっていう風にして塾に入れて、で本人が受験したいっていうからちゃんといろいろ公立の話とかもして、私立の話とかもして、で受験したいってなったので、そのまま継続してるっていう感じです、うん、じゃあもう完全にお子様初で。あ、そうですね。塾選びの時も、よくなんか自分の受験になってないっていうワードがなんかいろんな、あの2月の勝者とか、本とかに親に言われて受験するっていうのは、私がちょっとその傾向の体験があったから、自分が言い出したけど結局親が最後はすごいいろいろ言ってきたっていうか、あれだったから、それで全員落ちしたかなとも思ってるので、やっぱ自分の受験になるためには、やっぱ送迎をやめようって思ったんですよ。あの親、よく親の送迎、車の送迎が大変だとか、サポートが大変だって、あのもちろん必要だと思うんですけど、今日すごい風が強いから今日みたいな日とかは送迎してもいいかなって、あと台風とか来てるとかすごい寒いとか、でも自分の受験だからまず自分の足で行ける塾にしてもらわないと参政できないっていう、そういうところから始まって、同じ塾で違う校舎になるなら電車とバスを乗り継いで行かなきゃいけなかったりしたので、やっぱ送迎とかが出てきちゃって、そしたら行ってやってるみたいな、送り迎えをしてもらっていい身分になるのはちょっと嫌だなと思って、自分の力で通える範囲の中で塾を選ぶっていうことを しました、でも自分で行ってきますって言って、はい、塾に行って、はい、夜結構遅い時はもう10時近くなっちゃう時も、でもバスが20分おきしかなかったりするので、なんか漢字の再テストとかになっちゃうともう10時近くに帰ってきたりもするんですけど、遅い時間になるんで、はい、バス停までは迎えに行ってます。あ、はい、最寄りのバス停までは迎えに行って、車での送迎っていうのはあまり1、2回はしたかなっていう感じです、実際私立に行くとなったら、バスとか電車に乗らないといけないので、その練習っていうか、あの公立だったら歩いて行けるのに、わざわざバスとか電車に乗って行くんだよっていうのをそこで伝えていきたいなっていうのは思ってます、娘さんが中学受験をしたいんだという話がこう出た後ですね、その時どんなこう気持ちでした？私も自分から言い出したタイプだったので、私とでも言い出したきっかけが違ったので、本人もそういうことに気がつく年齢になったし、そういう点で
なんか成長したんだなって、まずそこで本人の成長を感じたっていうのと、自分からなんかやりたいってそんな言ったことなかったから、ここでチャレンジさせないのも親としてどうなんだろうみたいな感じでは思いました、うんうん、なるほどね。まあ、今ね、少しお話にあったお米さん自身も中学受験されてるっていうね、お話はちょっと事前に私は少し聞いてるんですけど、はい、まあ、この話ちょっとね、お聞きしたいんですけど、もうちょっと後に聞いていいですか？はい。はい。で、娘さんの性格とかね、ちょっとお聞きしてみようかな。そしたら、どんな感じの性格なんですか、お子さん。性格は、物と人に全く固執しないで、うん、さっぱりしてますね。女の子ってよくお友達とべったりとかあると思うんですけど、うん、男の子っぽいっていうかサバサバしてて、うん、うっかりおっちょこちょいなところもあって、塾とかでも友達いらな作らなくていいみたいな感じでは言ってますね。3年生ぐらいまでずっと男の子と外で走り回ってるような女の子でした、うんうん、でも活発で本当に男の子気質っていうのが、そうです、じっくり熟考するタイプではなくて、ちょっと感覚的に物事を捉えるっていうのが、うん、短所で、きっとこれから受験でもその感覚的に捉えてしまって浅はかで、国語とかこれからつまずいていくかなと、まあ、全部そういう熟考しなかったり表面的な点でこれから勉強大変だろうなって私は思ってます、うん、なるほどね。そんな娘さんの得意科目、不得意科目とかありますか？なんか得意なのは国語で、不得意科目が算数だったと思うんですけど、うん、それも最近なんかちょっと変わってきたかもなって思っていて、なんか算数は主人も一緒に自分の知らない分野なので勉強して一緒にやったりしたら、やっぱ算数は最後の模試では算数の方が良くて、国語はすごい本を読む子だったのでほぼ放置してたんですよ。したらやっぱ下がった、最後はもうなんか X みたいになってたので、うん、今国語が実は得意じゃなくなってるんじゃないかなって私はちょっと思ってます。なるほどね。今ちょっとね、ご主人のお話少し出ましたけども、お子様のサポートっていうのは、はい、ご夫婦でこう分担しながらっていう感じなんですか？あとはね、分担してます。算数はちょっと主人に結構任せてるんですけど、組み分けテストでできなかったところは私がコピーして問題切ってノートに貼ってやりなさいっていうのは、私がそういうなんか事務的なっていうかはやってるかなっていう感じで、あとなんかちょっと先取り、主人も四谷大塚の算数のテキストを自分で買って、うん、自分で取り寄せて、うん、YouTube のなんか見て勉強して、授業でやる前にパパとやって授業に行くみたいな感じでやってます、うんうん。ご主人もじゃあ娘さんの中学受験をかなりこう応援するスタンスで取り組んでらっしゃるんですね。素晴らしいですね。なかなかね、言葉を悪くしてしまうと面倒くさい作業だと思うんですよ。うん、まあ、はい、僕自身も経験があって、子供がやってるのちょっと自分もコピーしてこう移動する電車の中とかこう見たりとかっていうことを繰り返してる時があったんですけど、はい、まあ、結構大変だと思うんですよね。でもこう娘さんが頑張るんであればっていうことで、はい、自分用に買って、うん、はい、いや素晴らしいと思いますね。僕は昨日は売り買い算でしたっけ、うん、をやる予定の LINE が来て、パパが仕事から帰ってきて寝るちょっと前ぐらいに2人でやってましたね。いい形で進んでいくといいですよね。お子様にとってみればやっぱ力強い味方だなっていう風に感じながらの勉強に、ね、なること絶対あると思うので、はい、まあ、中学受験ってやっぱり、まあ、子供が取り組む受験とはいえ、やっぱり親のサポートによってもね、だいぶ変わるかなっていう風にやっぱ思う面もあるので、うん、学習時間のお話聞いてもいいですか？あ、はい、うん、週何回ぐらい塾今行ってるんですか？5年生だと今週3回行ってます。
で、塾行って帰ってきた日は、まあ結構遅い時間に帰るっていうお話だったので、はい。まあその日は特に学習をせずに、はい。で、塾がない日は復習とかされるんですか？予習になるのかな？多分主人と予習したり、あとその小テストとか、その組み分けテストでやったところの直しが終わってないところはさせたり、うん、YouTube の先生たちが上げてる授業動画を見せて復習したり、うん、予習したり、単元は私が見て、チャンネルは私が選んで見せたりしてやらせてます、うん、学習としてはもうほぼ毎日やらない日はないっていう感じなんですか？そうですね、あと真剣ゼミのタブレットもずっとやってて、うん、朝起きて学校行くまでに時間が余ってたら、そこで真剣ゼミのタブレットを やってから行ってっていうようにはしてます、うんうん、じゃあもうこれまでその塾行くっていうふうに娘さんがこう自ら言う前からも、やっぱ学習っていうものは結構続けてらっしゃったんですね。タブレットだけはなんかコロナ禍になって何もやってないのは時間の無駄だなと思って、2年生になるちょっと前から始めてました、うん、ある程度こう下地が少しあった中で塾行くっていう風になってるのかなっていう風に聞くと、まあ、ある程度こうすんなりでした？こう中学受験塾みたいなの一気にこう難しくなるとかっていうことではなく、基礎的なものは身についてたのかなっていうのは感じました、うん、そんな大変だ難しいとかそういうのはなくて、とにかくその転塾前の塾も先生があったみたいで、すごい塾行くのが楽しいってなって、その先生も移動しちゃって遠くなっちゃうから通えなくなっちゃうし、似てるような塾を探そうって言って、まあ一応大手の早稲田さんとかも見に行ったんですよ、うん、でもやっぱうちには合わないなっていうのを肌で感じたので違う塾にしようと思って、もっと やんわりっていうか、娘が塾行くの楽しいって思い続けられるような塾に、早稲田さんでももしかしたら楽しいって思えるかもしれないけど、でもちょっと違うなって思う面もあるから、そういう偏差値とかにとらわれない塾にしようって思いました。うちには合ってるっていうお友達もいますし、うん、やっぱそれ家庭家庭でやっぱ重んじてるポイントが違うから、やっぱ塾選びもそこから違うし、やっぱ志望校選びとか学習の感じも違うんだなっていう、やっぱ一辺倒には、ね、中学受験はどんなこともならないかなっていうのは価値観、うん、やっぱ多様性って今いい意味でも悪い意味でも流行ってると思うんですけど、やっぱいろんな価値観で中学受験っていうか、まあ世の中全てがそうかなっていうのは思います、うんうん、そうですよね。お子様ね、どんな塾がいいかっていうのは、まあ、各ご家庭とかね、あとはお子さんの性格であったりとか、はい、そういったところでもね、だいぶ変わってくるので、はい、まあ一つの縁ですよね、また今通ってる塾も、はい、まあお友達も結構塾行ってるっていうことなので、取り組みはしやすいかもしれないですね。そうですね、なんか、うん、今日は塾だからみたいな感じで話したり、やっぱもう志望校の話もしてるって言ってたからうちはちょっとそれ言わないといてもらえるっていうふうには言っときました。確かにお友達がね多いと、その話は子供たち同士だとやっぱ出ちゃいますよね。はい、うん、同じ四谷大塚のテキスト使ってるとか、うん、あとなんかうちに遊びに来た時も塾の宿題とか持ってきてやって、でその文章が多分有名なやつなのか全然違うテキストなのに本が一緒だって知ってるとかで盛り上がってるんですよ、うん、放課後なので、うん、なんかそういった面では自分だけが頑張ってるわけじゃなくて、うん、お友達もみんな頑張ってるんだみたいなは娘も感じてるんじゃないかなって思ってます、うんうん、そうですよね、まあ、切磋琢磨じゃないですけど、はいね、みんなやってるんだなとか私も頑張ろうみたいなことでね、それも一つのモチベーションというか、はい、勉強頑張ろうっていう理由の一つにもね、うん、なる子ももちろんいると思いますし、
で、まあ、今のね、お話も、ちょっとね、いろいろ聞いていきたいところではあるんですが、ちょっと1回目なので、はい、ちょっと途中でお話が出たんですけども、まあ、お米さん自身も中学受験経験されてますっていうことで、はい。うん、事前にいただいたお話だと少しね、特徴があるというか、あ、そうですね、うん、はい。ちょっとその話をね、少し聞いてみたいなと思うんですけども、大丈夫ですか？あ、大丈夫です。はい、じゃあ、ちょっとお米さん自身の中学受験の話ね。私が中学受験したいと思ったのは、当時の公立中学校がめちゃめちゃ荒れていて、うん、もう全国ニュースになるぐらい荒れていて、うん、でも単純に行きたくないってなって、親にお願いして受験させてくださいって頭を下げて、やらせてもらって、うん、で当時は進学者っていうところに通って、今はないと思うんですけど、そこで成績結構トップで良くて、もうどこでもって御三家とかじゃないんですけど、望むところはもう受かりますよみたいな成績がずっと出てたんですけど、実際蓋を開けたらもう全部1日2日3日多分当時は 1校ずつしか受けられなかったので、1校ずつ受けて、もう全然考えてもいなかったようなところもとりあえず出して、5日とか6日とかに受けたけど、もう全部ダメで、もう公立に行くことになりました。でその時に塾の担任の先生が、そう、私ともう一人の男の子も、トップの男の子も全員落ちしちゃったんですよ。たまたまな、うん、それもあって、なんかそこ辞めるってなって移動しちゃって、で私はその高校受験の時はその先生を慕ってたから、その先生が校舎は違くてもそのシステムで偏差値とか見れたりできるから、もしよかったらその塾に入ってくれみたいなことを言われて、でその塾で高校受験3年間塾に通って高校受験したっていう感じです。うん、このね、ちょっと大変失礼な言い方になっちゃうかもしれないんですけど、いわゆるこの全落ちっていう、はい、まあ、今のね受験してる子どもたちも、そういうことは、ね、まあ、できるだけ回避するようにっていう中で、はい、まあ、その中でもね、どうしても出てしまうこともねあるのかなと思うんですけど、はい、まあ、当時はどんな心境というか、どんな気持ちでした？いや、自分も想像してなかったことなので、あんまもう記憶がない、多分記憶喪失になっちゃってる面もあるんですけど、振り返るとやっぱ舐めてたんだと思う。自分が受かるって思い込んでるから、もしでいい成績取ってるし、塾でも校舎でもトップだったから、私は受かりますからみたいな感じで、世の中とか社会を舐め切って、まあ、反抗期だったのかな。で、受けたから落ちた。で、今はそう分析してます。最終的には親が、ね、熱くなっちゃって、親にすごいいろいろ勉強しなさいって言われまくって、まあ、いやいややるようになっちゃってたのも問題だったのかなとも思います。こういうことのお話を聞くケースっていうのが少ないので、はい、ちょっとね、お米さんのお話も聞いてみたいなっていうふうに思って今ちょっとお聞きしたんですけど、はい、まあ、中学受験をこうご自身が経験して、まあ、実際その全部こう受験校落ちてしまったという経験があって、はい、で娘さんが受験したいんだというふうにこう言ってきてですね、今、はい、塾に通い学習のサポートをしっていうね、今の状況で、娘さんをこう、自分と重ねてしまうというか、娘さんに対してこう、思うこととかあります？ご自身の経験から。親は本当勉強だけしてればいいっていう感じで私にも接してきていて、送迎のサポートとか、うん、お弁当のサポートはあったけど、勉強のサポートは一切なかったし、で、口だけ勉強しなさいとか、そういうふうに言ってて、偏差値が1でもいいところに行け、1でもいい、模試でいい結果を出せみたいな感じだったから、私はその娘にはそれを偏差値だけでは、測りたくない。学校選びも、まあ、偏差値も1個のバロメーター、うん、なんか実際見て、
聞いて感じたのも一個のバロメーターっていうのをなんか同じぐらいにしたくて、そこまで偏差値にはとらわれないで、いい学校を自分の目で見て、娘と見て志望校を選んで生かしてあげようっていう風に、うん、私が受けたものとは反面教師で娘に接したいって思ってるんですけど、きっと受験近くなったら私も自分の親みたいになっちゃうのかなとか、うん、不安はあります。そうですね。まあその中学受験のどこを重要視するかっていうのはね、本当にご家庭によってさまざまかなというふうには僕もね、いろんな方の話聞いて感じたりするんですけど、小梅さん一家としてでも一つのその形がこうはっきり今出てそうな感じがするので、はい、うん、まあ中学受験っていうものをね、娘さんが取り組むことでいい形に、ね、なるといいですね、お米さん一家が。はい、そうですね、はい、それはありますし、全落ちしてもいいって思ってます、もうこんな言い方あれなんですけど、そこから得るものもたくさん私もあったから、娘も全落ちでもいいって思ってます、そういうところのお話っていうのは娘さんとこれまで結構してるんですか？例えばご自身の経験、私も実は中学受験してなんていう話で、公立もすごい楽しくて、むしろ公立その時の中学の先生とかお友達にが一番楽しかったんですよ、本当に。だからなんかちょっとなんちゃう、だからなんかその運命みたいなのはあるのかなって思ってます。大丈夫ですよ。思い出しますよね、やっぱり。今もそういう公立のお友達とか交流があったりするんですか？あ、はい、今日も飲みに行きます。あの飲みに行きます。周りを見てると、なんか私立に行った同級生はやっぱ地元に帰ってこないなっていうのは感じていて、で公立の友達はやっぱ地元の近くに住んでる場合が多くて、なんか地域で子供を育てるっていうのも大切だなっていうのは思ってます。確かに一旦ね離れてしまうと、はい、僕もね受験は高校だったんですけど結構遠かったんですよ、やっぱ遠い学校行くと地元のそのもともとね一緒だった人たちとの交流って全然、特に当時携帯とかスマホみたいなのがこうね、はい、ないので、簡単に連絡取ったりなんていうことができなかったので、はい、そのままやっぱ疎遠になって地元離れるっていうのは確かに、ありますね。小学生も携帯持ってメールで遊ぶ約束をする時代だから、なんかそういう友達と会えなくなるみたいなのはなくなって、その点はいい時代なのかもなっていうのは思います。確かに娘さんのね受験が、最終的にどんな形になったとしてもそれはねお子様にとってプラスになるかなっていうのは特にねお米さん一家の中では、どんな風にね中学受験を挑んでいくのかっていうのは、長い時間をかけてねインタビューをさせていただきたいなっていう風には思っていますので、お塾以外にこう習い事とか行ってたりするんですか？ピアノをやらせてるんですけど、それはもう私がやれって言っちゃったもんだから、もういやいややってるんですよ。で、やめたいって思ってるんですけど、吹奏楽とか音楽にも興味があって、もしそういう中高で吹奏楽とか音楽やるんだったら、ピアノやっといた方がいいよみたいな感じで、一応つなげてはいるんですけど、週1回、これからは30分のレッスンなので、そんな厳しくない教室なので、ゆるく長くやっていけたらなっていうのが親の希望です。それも6年生になる前には1回ちゃんと話し合って、やめる、続けるとかはしようかなと思ってます。ピアノの場合ね、こうガチガチになると本当毎日っていう感じに、なってしまうので、なかなか中学受験とのあれは難しいかもしれない。週1回とかだったらね、
多少なりとも気持ちがあればね、あの気分転換にもなるし、僕もね、小さい頃ピアノやってたんですけど、親から言われてたからかなのか気づいたらピアノやってたんですけど、やっぱ途中でこうね、やめて、今になってもったいないなーって自分で思うので、ピアノはやってるって聞くとなんか、あ、続けてほしいなっていつも思っちゃうんですよね。ここでですね、ちょっとまた少し話題変えてなんですけど、業務用コピー機のお話を少しね、お聞きしたいなっていうふうに思ってるんですけど、まあ、今回ご自宅の方にね、弊社の方から業務用コピー機設置させていただいてるんですけど、はい、どうですか、こう使ってみて。やっぱ必要な時にすぐ家の中でできるっていうのはすごい便利だなって思いましたし、使ってた家庭用のプリンターはスペックが低くて、うん、やっぱインクのなんか補充とかも結構頻繁にしてたので、すごい便利だなって感じてます、うん、それまでじゃあの家庭用のやつを置いて、はい、使ってました、うん、まあ、やっぱりインクですよね。インクをこう購入し続けるっていうところが、なんかそれ自体にストレスを感じることってやっぱりあるだろうなっていうふうに、うん、思うので、やっぱ全然違います、はい、あ、全然違います。本当に主人は汗かきながらインクの補充してたんですよ。純正じゃないやつを買って、すごい1時間ぐらいかけてインク交換してたから、本当にそのストレスがなくなったし、やっぱ拡大とか縮小とかもしやすくなったので、うん、あ、もう家庭用じゃそんな拡大とかもできないやつだったので、うん、全然違うかなって思ってます、うん、写りとかはどうですか、綺麗さとか。あ、それもやっぱ家庭用なんかもう線が入っちゃってたんですよ。絶対何ノズルとかもクリーニングとかいろいろしても線が入るようになっちゃってたので、その点もすごい綺麗になって、うん、本人も勉強しやすくなったと思います、うん。お子さんはどんな反応されました？娘のためだよっていうのをなんかプレッシャーに感じちゃったら嫌だなと思って、そんなに深く話さなくて、うん、モニターでこのコピー機すごい安く借りれるようになったんだみたいな感じで、娘のためだよっていうのはそんなにプレッシャーになるとまずいので、そこまで言ってないし、娘もあっさりしてるので、そこまでこのコピー機がプレッシャーみたいなのは感じてなかったので良かったです。確かにプレッシャーっていう意味では、あなたのために用意したんだからねって言われちゃうとそう、ね、はい、いやいやいやってなっちゃう子もいるかもしれないですもんね。はい、まあでもね、コピー機なのでね、まあ、手軽に便利に、はい、そしてね、プリンターとしても使えますし、はい、まあ、スキャナーもね、使えるので、好きな時にコピーできる環境はね、整ったのかなっていうふうに思うので、はい。でも下の子が土日のサッカーを始めて、うん、半日ぐらい行ってるんですよ、うん、で、私と主人も見たい試合とか大会の時は行っちゃうので、お姉ちゃん一人で留守番になることがあって、その時の課題とかを作ったり問題をコピーしたり、あとインターネットから引っ張ってきたのを印刷するときにコピー機めちゃめちゃ使ってます。うん、いや、もうその時はそのテキストを娘さんが、じゃあ私はこれをその間やろうっていうことで、はい、一人で留守番、はい、一人で。いや、その時間に学習できるってすごいですよね。そんなに大量には与えてなくて、ゲームも好きなので、終わったらゲームやって留守番してていいよとか、うん、そんなガチガチに今はゲーム禁止、YouTube 禁止とかはしてなくて、でも決められた時間内でやる分にはまだまだ OK にしてます、うん、でもその中やっぱこう取り組めるっていうのはやっぱそれは強みかなと思うので、はい、うん、まあ、そういった時もね、まあ、確かにコピー機があればその時用の学習教材っていうのをね、用意することは簡単かなと思うので、はい、はい、うん、明日もサッカー多分12時から5時ぐらいまでちょっと行くので、うん、その間のやつを今日の夜主人が算数作って、私もなんかやろうかなって思ってます、うんうん、
まあお子様ね、こう、まあ5年生っていうことなので、これからどん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 コピーの枚数増えていくかなというふうに思いますし、はい。まあ学校のね、ホームページからプリントアウトするようなこともね、うん、増えてくるかなというふうに思うので、もうバンバン活用していただきたいなというふうに思いますので。はい。うん。まああと、いろんな機能もね、ついてますので、いろいろ触りながら。基本的にはあの、はい、タッチパネルで、ある程度もう説明書見なくてもわかるように、メーカーさんもね、はい、あの作ってる機械になりますので、はい、いろいろ試しながら、はい、いろんなねあの場面で使っていただきたいなっていうふうに思うので、はい、うん、まあ拡大縮小は本当に便利ですよね。一番スタンダードかなとは思うんですけど、うん、はい、やっぱノートにやり直し問題貼るときとか図を拡大したりとか、そういうのはすごいあの便利だなって実感しました。うん。そうですよね。もう一番使う機能が拡大縮小っていうところ、うん、うん、かなと思いますし、あとはね、壁に貼り出すぐらいな大きなポスターサイズの印刷もできますし、はい、あとはね、製法印刷、お決まりの、ね、製法印刷もできるので、はい、まあ、バンバン活用していただきたいなというふうに思いますので、はい、まあ、今日はあの本当にお米さん一家のお話ということでですね、これまでね、お話を聞かせていただいたんですけど、泣いちゃってすいません、もう大丈夫なんで大丈夫ですか、電話中の話も聞いてもらって大丈夫です。まあね、あの特にそのね、ご自身があのそういったね経験をされた、はい、うん、お母様から見て娘さんの中学受験っていうものがね、まあどんな形にね進んでいくのかっていうところも、まあ今後のねインタビューでお話を、はい、聞いていきたいなと思いますし、もしかしたらね、こういろんな場面でこう心境の変化とか、はい、まあ、あとはあのやっぱり ご自身の経験からこうだったからこうなんじゃないのっていう気持ちとの戦いっていうのが、このね、中学受験の親にはあるかなっていうふうに思うので、そういったところもね、これから聞いていきたいと思いますので、はい、うん、あとはまあ志望校選びのお話とかね、まあそこらね、あの基準はご家庭によって全然違うとは思うんですけど、まあお米さん一家としては、はい、お米さんは我が家はこんな形で志望校を選んでますっていうのは、うん、きっとね、視聴者の方も、あ、なるほどなーなんて、うちと似てるなーとか、うん、あ、そういうこともあるのかーなんていうふうにね、低学年の方なんかも結構参考になったりすること多いので。はい。一応結構もう10校ぐらいは行けてて。あ、そんな行ってるんですか？はい、1、2、3、4、5、6、7。最近、3週連続とか、最近春休み前後で3週連続行ったりとか結構行けてるかなと思うので、偏差値にとらわれずなんか良さそうで、日程が合えば今もう自由に行ける感じ、コロナとかであんまり縛られることも少なくなってきたので、可能な限り自分と娘にか見て行きたいって思える学校を一つでも増やす、それをしたいなって、5年生のうちはそれをしたいなっていうのがあります、うん、まあ学校説明会とあと文化祭っていうのはね、今年は、うん、まあコロナ明けと言っていいか分かんないですけど、はい、かなりね、あの催されるかなっていうふうに思うので、はい、行ける限りね、あの行って現場の空気をね感じるっていうのは結構なんか考えだったり、こうイメージもね、はい、変わるかなっていうふうに思うので、はい、もうできるだけ行くっていうのは僕はすごく賛成なので、まあこれからいろんな話聞いていきたいと思いますので。私は本当にその偏差値とかに限らずやっていきたいなって思ってて、うん、この動画、今話してることと来年話してることですごい矛盾が出てくるんじゃないかなとか、いろいろなんか自分を客観的に振り返られる、うん、1年後に今日の動画を見て、私1年前はこんなことを言ってたんだと思ってびっくりしたり、そういう点も我が家にとってなんかその中学受験に向けてメリットになるなっていうのは感じました。うんうんうん、そこはね、あのこれまであのインタビューをあの、まあ、今もねあのさせていただいてる方何人かいらっしゃるんですけど、結構ね皆さん、はい、あの自分が喋った動画、過去の動画聞くんですよねとかっていうふうにね、うん、あのおっしゃってるんですよ。はい、皆さんなんかこういい記念になりましたっていうことで、はい、まあ、私としてはね非常に嬉しいなっていうことなんですけど、はい、うん、私たち一家にもそういうふうになる、特に私にとって、うん、
そういう風になるんじゃないかなって思ってます、うんうん、あのまだまだ5年生だとすると先が長い2年間あるので、はい、ね、いろんな話聞いていきたいと思いますし、本当その時々でね、いろんなこと、うん、多分ねあると思うんですよ。どんなことがね起きるのかっていうのをリアルタイムで、うんうん、追っていって、まあ、お子様のお話とか親御様のねお話聞いていけたらなというふうに思いますので、はい、はい、また3ヶ月後ねどんな風な形になってるかっていうのを楽しみにしてますので、はい、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました、はい、また次回よろしくお願いいたします。